ミナとアクアさんにとってホロライブとは？居場所。漫画を途中で閉じて顔を上げて気づくように居心地いい日向もいつの間にか影になって黄昏る君と会って過ぎる時間忘れるくらい夢中で話した。僕の夢はここではないどこかへ帰り道は寂しくと感じるのは見慣れた景色と違うから、いつもの高架線が見えなくなってどこにいるかわからない。人は誰も変わることに慣れていなくて昨日と同じように、今日も明日もここにいたくなるんだ。知らない道、知らない道、君と離れ